颯のごとくを見るときは部屋を明るくしてテレビから離れて見てください。だぞ、うん、ヘイ三千院なーき、おとなしくこのロボの餌食となるのです。ふざけるな、なぜ私が。ああ、それはあなたが知ることで巨大な利益を得る方がいるかのです。5つの理由で不可能だな。何？1つはお前がバカなこと、2つはお前がすごくバカなこと、3つはお前が限りなくバカなこと、4つはお前が宇宙革命的にバカなこと、そして5つ目が、もういい、死になさい。早く！お呼びになりましたか、お嬢様。お前何者じゃ。あ、僕ですか。その急げ、もうオープニングが始まるぞ。僕はこの三千院家に。羊、それは使えるもの。羊、それは貸し付くもの。羊、それは主の生活すべてをサポートするフォーマルな守護者。そう、これは一人の少女のため、命を懸けて戦う少年の超コンバットバトルストーリーなのである。ってナレーション早いよ。僕は大地にかけた僕らの行く突き抜けるはやけの五国運命に負けてしゃがみ込むなんてつまんないよ。それじゃかっこ悪いよ。嘘か番組はジェネオンエンタテイメント、小学館とご覧のスポンサーがお送りします。ねえサンタさん、どうして僕にはプレゼント持ってきてくれないの？それはな、お前の家が貧乏だからだよ。でもそれじゃあ僕はどうしたらいいのさ。働け少年、働かざる者食うべからず、欲しいものがあるなら自分の力で何とかするのだ。でもだが信じろ、最後に笑うのはきっとひたむきで真面目なやつだから。サンタさん、ま、それでもお前にプレゼントはやらんけどな。それってどういうこと？ちょっと待てよ。おーい、最後のセリフが気になったが、それでも僕はそのサンタの言葉を信じて生きることにした。今日までは。どうするんだ、あと5分で原稿が届かないと。今週号はおしまいだ。安心してください、もうすぐ業界最速の自転車便が来ますから。最速？来ました、あれです。お待たせしました。自転車便の綾崎颯です。サインを。ありがとう、業界最速かつ人間離れしたとてつもなく頑丈な体を持つ自転車便屋さん。しかし君、本当に大丈夫なのかね。ご心配なく、鍛えてますから。
お？じゃあまたのご利用をお待ちしてます。よっちょ君、僕のことなら大丈夫です。本当に違う、前前を、えっ、うわうわっ、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 すいません、大丈夫ですか。不憫な、あんなにけなげなのに。ええ、あの少年恐ろしく運が悪い。あいてて、まったく、せっかくのイブだというのに。そう、その頃の少年はまだごく平凡な公立高校に通うごく普通の高校生であった。おー、ハヤテじゃん。いやー、これはごく平凡な公立高校に通うごく普通のクラスメートたち。悪かったな、平凡で。で、どうしたの、みんな揃って。あ、もしかしてクリスマスパーティー。おう、暇なら食うか。たった3000円で飲み放題食べ放題だぞ。うん、でもお金ないし、まだバイト中だから。相変わらず付き合い悪いな。あやてくん運動神経いいんだからさ、部活とかやればいいのに。でもバイトの時間減っちゃうし。バイトバイトって、お前は金の亡者か。友情はお金じゃ買えないわ。大体なんでそんなに金がいるんだよ。それはうちの親無職だから。なんか俺らはしゃぎすぎてたよ。じゃあな。はあ、そう、例えば無職の理由が不況によるリストラとかであれば同情の余地もあるだろう。しかし早手の父は、イエーイ、自分探しって知ってるかい。父さんにはきっと自分にもっとふさわしい仕事があると思うんだ。夢見がちなことを言っちゃって、まあニート坊主。母さんはね、お金を吸ってるわけじゃないの、夢に投資してるのよ。そして母もまた家事をボイコットしちゃって放蕩三昧。働かざる者食うべからず、けど僕は信じている。最後に笑うのはきっとひたむきで真面目なやつなのだと。綾崎君、君はクビだ。え、君は年齢を偽っているな。まだ高校生だそうじゃないか。なぜそれを。先ほど君の両親がいらっしゃって、そう告げられた。え、真面目で優秀な若者と思っていたのに裏切られたよ。とりあえず今月のバイト代17万円はご両親に。渡したんですか。あの親にそんなお金渡したら夢投資で全部吸っちゃうに決まってるじゃないですか。バカな、そんな親がどこにいるから。年齢を偽って僕がバイトしてるんですよ。なんてことを。あれが大事に使わなくちゃいけないお金だってことぐらい。父さん、母さん、僕の給料は。よかった、まだ使ってないんだね。ごめん、夢投資してみたんだけど失敗しちゃった。えへ、ママ。これでどうやって年を越すんだよ。うちにはもう貯金だってないのに。うん。颯くんへクリスマスプレゼントだよ。何これ、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、1億5680万4000円の借用書。とても親切な人たちにお金返しちゃった。ってなわけで、返済よろしく。アホー。まあでも、できちゃったもんはしょうがないし。開き直るな。けど、働いて返すのはだるいし、うちにはもうお金がありません。パパとママはあれこれ考えた結果、ふと明暗を思いつきました。明暗？そうだ、お詫びに颯くんをプレゼントしよう。クリスマスだし。父さん、母さん、うれ、綾崎さんいらっしゃいますか。坊ちゃん譲り受けに来ました。うれ、あなた方がまさかとても親切な人たちですか。おいよ、
お前の両親に金貸したとても親切な人たちたちよ。やだな。とても親切な人たちさん。借金した僕の親はもうここにはいませんよ。それに1億5680万4000円なんて返せるわけ。心配あれへんがな。こっちもプロやから一緒に来てくれたら、例えば南国のパラダイスで無償のボランティア活動に勤しんでもらうとか、あるいは世界を股にかけた宅配サービスに就職してもらうとか、ああ、交通道徳の尊さを教えるコンサルタントになるのもいいし。ま、いろいろ力にはなってやれるさかい。なんとか逃げてきたけど、ここまでやるとは、まったくなんて親だ。何度見てもやっぱり1億5680万4000円か。捨てられちゃったんだな、本当に。だが信じろ、最後に笑うのはきっとひたむきで真面目なやつ。違う。結局世の中ずるい奴が勝つんだよ。真面目に頑張ったって手に入るものなんか何もないんだ。フランダースの犬のネロだっていい人を貫いたら死んだじゃないか。なんだこの機械、カードは使えんのか。カードは少年と少女、運命の出会いであった。はやてのごとく。クリスマス。見失いました。すばしっこいぼんや。草の根分けても探し出せ。お前らもこんだけじゃ全然足りねえぞ。明日までに全額持ってこねえと分かってんだろうな、こら。はい。あのタイプの借金取りは何があろうと絶対僕を見逃すわけがない。その通りだぜ。貴様はもう終わりだ。おとなしくさっきの連中に。ハヤテよ、決して諦めてはなりません。人として生まれた以上最後まで努力し続けなくては。け、今さら何ができるってんだよ。あの少女を誘拐いたしましょう。あの子を誘拐して1億5000万の身代金をありがたく頂戴するのです。なるほど。おい、いくらなんでもそりゃちっともまずくねえか。けどこっちはあんな親のおかげで命まで危なくなってんだ。そうです、多少の悪事は許されて当然、いや許されるべき。やめとけって。ネロやパトラッシュだってきっと天国で言っています。仇を討てと。そうだ、もし捕まったって無所に温かい食事と布団が。ほら触るな。ねえねえ、君かわいいね。せっかくのクリスマスイブに一人なんてさ、俺たちとどっか楽しいところに。ネロの命日にナンパなんかするな。ルーベンスの絵でも見ながら喪に服しなさい、バカ者め。おい、親父にもぶたれたことないのに。すみませんでした。しまった、思わず反射的に飛び出して。ありがとう。なんか知らんが助かったよ。ところでお前、これがわかるか。え、この温かいというのが欲しいのだが、ボタンを押しても出てこない。そりゃ100円玉とか入れないと。この温かいがないと寒くて私が死んでしまう。女の子が体を冷やすのは良くないから着てなさい。安っぽいコートだな。作りは粗いし生地は重い。おまけにサイズはブカブカだ。でも暖かい、気に入った。そうだな、この暖かいのお礼に私が何かしてやろう。お礼？何でもいいぞ、言ってみろ。何でも。本当に？うん。そうだ、もうこうなったらやるしかない。その時
少年は決意した。助けたお礼に身代金を要求するための人質になってもらおう。じゃあ担当直入に言うよ。うんうん、僕と付き合ってくれないか。僕は君が欲しいんだ。その微妙な言い回しが二人の関係を徹底的にややこしくした。あ、イブの夜だからっていきなりそんな告白。自分が何を言ってるか貴様分かっているのか。こんなこと冗談じゃ言えない。命がけさ。一目見た瞬間から君をさらうと決めていた。本気の思いは伝わる。いや、それが正しく伝わっているかどうかは別問題。分かったよ。その代わり浮気とかは絶対ダメだからな。え、あ、うん、浮気、まあいいや。じゃあ保護者の方の番号を教えてくれる？うん。じゃあここでちょっと待ってて。まだドキドキが収まんないや。でもあの男、強くて優しくてとにかくかっこいい。お、うん、ハヤって、これがあいつの名前なのかな。ハヤ、さーて、それでは匿名で身代金の要求をするか。もう誰も僕を止められないぜ。はい、もしもし。あ、もしもし、綾崎ですけど。あ、誘拐犯が名乗ってどうする。あ、終わった。僕の完璧な計画がまだ始まってすらいないのに。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。パパママ、どうしてあの人こんな寒いのにコート着てないの。しっ。そう、結局こんなもんなんだよ。僕は真面目に働いても悪事を働こうとしてもうまくいきっこない。なんかもう疲れちゃったな。このまま寝たら死んじゃうのかな。でもいいや、どうせ生きてたって苦しいことばかりだし、別に死んだって誰も僕のことなんか。大丈夫ですか。こんなに冷たくなって、うんうん、ええ。こんなところで寝ては風邪をひいてしまいますよ。不意打ちであった。その優しい笑顔は人生のどん底でいてついていた少年の心にはかなり効いたという。トラッシュ、僕間違ってたよ。世の中にはこんなに優しい人が。なのに僕は誘拐なんてバカなことを。何をするのだ。わけじゃない。ほら、そうだ、僕は何を。ちょっと、さっさと乗れ。え、あの子ったら大変。また誘拐なんかされて。お知り合いなんですか。ええ、どうしましょう、姫神くんもいないのに。ちょっとお借りします。え、あなたは警察に連絡を。あの子は僕が助けてみせます。助けるって、相手は車ですよ。そう、このアニメは決して非道な犯罪を許します。誘拐かっこ悪い。おっしゃ、誘拐成功。これでたんまり身代金せしめて借金を返せるぜ。おい、そこのバカ二人。ああ、空気が汚れるから呼吸をやめてくれんか。環境破壊だぞ、大切にしろよ地球は。このガキ、俺たちを怒らせ。だから呼吸をするなと言ったろこのハゲ。あんまりハゲな口聞いたと本当に痛い目遭うぞ。近づくな変態。それ以上近づいたら人を呼ぶぞバカ者。バカはお前だ小娘。このスピードでぶっ飛ばす車に追いつける奴がいると思う。いるさ。命がけで私をさらうと言った。だ
から呼べば来るさ。だったら今すぐ呼んでみやがれ。うるせえ、いきなり前に出てくるやつが。お前たちよくも。その子を僕に返してくれる。はい。あやて、おい、お前体は？ご心配なく、鍛えてますから。君が無事で本当によかった。またお礼しなきゃな。お礼なんて、僕はもう少しで。ん？なんだ？遠慮はいらんぞ。何でも言ってみろ。だったら今度は僕の新しい仕事でも見つけて。おい、本当に大丈夫なのか？お前、何か赤い液体が出てるぞ。こんなただのちょっと電波に乗せられない程度の頭部、腹部、および四肢のかすり傷ぐらいよ。早て、おい、早て。ナギ、おマリア、いいところに来た。早く手当てを。一応クラウスさんに迎えに来るよう伝えてますけど、これはそのみすぼらしいコートは一体？いや、これは確かに哀れなほど安っぽい作りのコートだが、せっかく命の恩人がくれたコートだ。大事に着てやらねば三千円家の名が泣くだろ。命の恩人？そういえば姫神の後任がまだだったな。こいつにしよう。はい。その怪我人はこっちの普通車両に。心配ない、もう間に合っておる。新しい仕事を見つけてやると約束をしたレーモアル、だからこいつをこの三千院凪の新しい執事にする。そう、それはまさしく運命の出会いであった。この世を境に少年の運命は大きく変わり始めるのだが、詳しくはまた次回も暴走行動と戦います。もし僕の夢が君の心傷つけてたら、その思いはいつか僕がもらうよ。大切なものに凪の屋敷と新たなる旅立ち。やっと会えたな、坊ちゃん。次回もはっきり言って面白かっこいいぜ。この番組はジェネオンエンタテイメント小学館とご覧のスポンサーがお送りしました。